なってめっちゃ風なんだよね。よいしょ、こんばんは。めっちゃすっぴんですまんです。今日何食べた？今日は何食べたかな。今日はなんかマグロ。清志さん、ネモースありがとう。フォスターさん、花束ありがとう。こんばんは。寒っ。今日幼すぎる。本当ですか？そうですか。もつ煮定食を食べました。私もつ煮とか食べれないです。美味しいのですか？それは明日行く。ありがとう。昨日の昼なんで、なんか昼ご飯食べてないんですよね。何も食べてないですね。本望さん、クマありがとう。リハの感じはどうですか？リハの感じはなんか池の方のライブの出演の曲が緊張する。やばいよって感じ。やばい。こんばんは。サラちゃん、ヤッホー、洋服かわいいって、ありがとう。明日サラ君行けよって待ってる。もつ煮を食べて残ったつゆを白米にかけて、白ご飯にかけて食べるの楽しみくて。ジェイクさん、ハートありがとう。こんばんは。最近は何してるんですか？みんなは。さらちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんはです。やーグラファンさん、ハートありがとう。明日行きたかった。試験じゃなければって。試験なの？アンさん、だるまありがとう。もう1月最後の週末と考える。そう？だってなんか1月長かった。長かったじゃん。1月長かったんだけど。モモルさん、レインボースターありがとう。長かったってくないですか？映画ヒーホーっていう雑誌読んでたって。そうなんだ。雑誌とかなんかあんま似てなかった。資格試験に強いの。頑張ってください。でもサラの友達もなんか頑張って、みんな車高自動車学校行ってるよ。自動車学校行って勉強してる。レモースありがとう。ユニゲメタルさん、アキマーさん、イモースみたいな。こんばんは。はらちゃん、JK さんだっけ。うん、運が悪いので今月は神社で悪いことできないようにお願いします。お祈り切ってきてください。運転免許取らんの？なんかね、車が1個しかないんだけど、絶対なんか事故したくないやつしかないんだよね。
サラが乗れるような車ない。ウケツさんの動画見てますか？映画になると。え、そうなの？知らなかった。ウケツさんは、は見てるよ、見てたよ。初見です、ありがとう、こんばんは。そうなんだ、そう、サラタさん理想のプロポーズ、わかんない、うん、難しい、そういうのわからない。こんばんは。旅行先でレンタカーとかも考えない。うん、でもそのためにさ勉強してさ、なんか何十万も払うって思ったらさ、タクシー代の方が安くないですか？サラちゃん結構頑張らなそう。なんかね、うん、ない。カツサンドさん、クマありがとう。アリちゃんがだった、アリちゃんの運転乗りたいな。こんばんは。でもサラのさ友達さ頭いいんだけどさ、免許の試験落ちとった。ないね、アリちゃんに乗せてもらったこと。若いうちに勢いで取った方が楽。でもさ、なんか別に今絶対乗らないからさ、ペーパーになるじゃんって思ったら、なんかまたさ講習所変えないといけなくない？こんばんは。公園とか車で行くと楽だよって。止めるところ、あ、そっか、近くのパーキングとか。あれ落ちるの相当でしょ。嘘、なんかめっちゃ普通にめっちゃ間違えてたよ。めっちゃ賢いけど、その子めっちゃ賢い。もう大学も決まっちゃって、英語もペラペラで、もうあれですよ、人生そうなめしてます。めっちゃ賢いんだよその子。もう本当になんか、うん、めっちゃ賢くて、サラちゃんより賢いの？もう全然賢いよサラより。うん、全然賢い。そう、どうしようかなって感じ、免許だから。こんばんは。ゲームセンターでカーレースしたことない？あるよ、楽しい、楽しいよね。こんばんは。いや、僕のお母さんの方が絶対賢いねって。よかった。そうかもしれないけどさ、寒いよね、なんか。ダピーでさん、ありがとう。なやかやメンバーの運転免許率低いか。でもなんかまあ、だって運転しなくない？こんばんは。ジェイクさん、レインボースターじゃない、なんかスターのことレインボースターって言っちゃう。フォスターさん、かわいい、ありがとう。運転ね、てかなんかね、昨日ね友達と遊んだんですよ。それでなんか友達の、なんか友達の友達というか2個上が成人なんですけど、2個上ってその中学校とか3年間なので、3年間なので、自分の2個上って3年生じゃないですか。1年生の時の3年生とかなので、関わりのある人たちが成人してて、そう、成人式の写真を見たんですけど、めっちゃなんか大人になっててみんな。
そう、なんか学校の中学校の先生とかにも会ってて、みんなめっちゃ楽しそうだった、その成人式が。だったからちょっと行きたくなったよね。だいぶ行きたくなった。福ちゃんが運転してる話聞かない？わかんないですよ、メンバーさんの運転事情はわからないんですけど、成人式ちょっと行きたいなって思った。成人式ってさ、20歳だよね。いいやん。18歳じゃないんだよね、成人式って。なんかこんばんは、20歳だよね。そう、ちょっと行きたくなった。こんばんは。そろそろ結婚する子出てきますよって。だからなんかその奈良の1個上の人で いるんだよ。結婚してあの子供がいる人がいるんだよ。なんかそれのなんかめっちゃ可愛いなって思ってた先輩は結婚して子供いるんですよ。まえちゃん、ねもうさん、ありがとう。子供いるのって。そう、子供いるんです。大阪のひろしさん、ハートありがとう。そうそう、やばいよね。ゆえりさん、くまありがとう。みんな先越されたんじゃないみんなサラの友達に先越されたんじゃない。サラの友達に先越されたんじゃないんですか。別に競ってないよって言ってる競ってないの。チュー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 、みんな競ってないの。そんなに早く旦那決めて大丈夫なんかな。確かにティアラみたいなのつけてそう。名前はジュエルペット。ジュエルペット楽しみは後にとっておこうってダメでしょそれは。後にとって、先は何も、もう就活ですがなってそれはないでしょ絶対。駐車場の白い枠に車をぴったり入れるの、難しそう、めっちゃ難しそう。こんばんは、ねもうすさん、ねもうすさん、おやじさん、ねもうすさん、ありがとう。今日何食べた？今日はマグロ食べた。さらちゃん18になって告白受けたら結婚する人いるよ。さら人生で告白とかしたことないんだけど。親父さん、タコありがとう。ハートもありがとう。告白とかしたことありますか？ないんだよねさら。だってさ、告白されたこともないんだよねそもそも。告白したことないよ全然。また今日何食べた？マグロ。本気でたくさん忘れてんの。でもさ、結婚系とは違うじゃん。
婚系とは違う。結婚系じゃないでしょ、みんな。みんな結婚系じゃなくない？普通にパフォーマンスが好きです、かっこパフォーマンスがとかそういう系じゃん。こんばんは。うちわにさらに倍さらに濃いとか書いてある。告白じゃん。告白じゃないよ。そっちの方がガチ恋ですか？ガチ恋よ。いないですよ、ガチ恋の人とか。絶対全然、いいというか、いないです。こんばんは、こんばんは。何系やろ、何系だろう。難しいけど、こんばんは。48グループのメンバーさん、結婚も聞くようになったよ。結婚しようかな。じゃあサラも結婚するか。結婚しようかな。言いたいことがあるんだよ。ワイリンガルさん、ラブありがとう。ガチ恋といえばミチュのイメージ。確かにミチュさんのファンとか。いや、レアガチ恋製造機だよ。どんな人と結婚したの？わかんない、もう全然わかんない。なんかもう何でもいいよ、何でも。何、オールオッケー、オールオッケーです。大阪のヒロシさん、結婚して。もうオールオッケーです。結婚して働きたい、家に入りたい。働きたくない。明日の準備は万全ですか？今からやりますよ、配信終わったら。ひなぴよとかあずみんとかのイメージ。あずみん？そうなんだ、ガチ恋系なんだ。ルリエカさん、ハートありがとう。こんばんは。なんかね、どんな人がいいかなって言われると難しい。同期が結婚して結婚式に呼ばれる人が来るからねって。結婚式、それ結婚式さ、話聞くの苦手だから行きたくない。森アナは相手が年収100万あればいいさ。見たよ、年収、相手に求める年収は103万っていう。103万って言ってたけど、高学校卒業式の祝辞聞くの苦手。苦手どころか、もう行きたくない。卒業式とか行きたくない、そもそも行かない。だってさ、行っても行かなくてもさ、一緒じゃん。一緒じゃない、一緒っていうか、その卒業できるじゃん、行かなくても。だから行きたくない、行きたくない。えんちゃん、ハートありがとう。記念はない。泣かない派ですか？いや、泣く派だ、泣く派だよ、泣く派。うすでさん、レインボースターありがとう。だって思い出とかさ、思い出だってもう話聞く思い出でしょ。嫌だ、そら話聞きたくない。
だって寒いじゃん。成人式も行くか迷ってる。ルディエカさん、リボンありが、リボンじゃない、音符ありがとう。第2ボタンもらいに行く？行こうかな。何それ、第2ボタン？行かない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 。ごめん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 。こんばんは。斉藤由貴的には冷たい人と言われない。そう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 、冷たい人とは言えない、言われないパターン。ダニボタンの復習って今あるの？ない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 、全然ないよ。今の時代ダニボタン、ないと思う。サロシちゃんは四季ってつくもの苦手なの？なんかお話聞くのが苦手です。お話聞くの苦手。こんばんは。寝てるのって、なんかもう寝て崩れ落ちてる。もうパイプ椅子から崩れ落ちてる。あーってなってるよ。ジェイクさん、ハートありがとう。ね、もう中学校の卒業式行ったんよ。行って後悔した。もう面倒くさい、帰りたいよ。さあちゃん、高校卒業に泣いてくれる後輩いっぱいいるんだよね。学校の後輩？でもなんかね、さあの学校ね、なんか縦のつながりないよ全然。なんか一緒しいけど、なんかいつも無気力だよねって噂になってさ、もうね、噂になってると思いますよ絶対。こんばんは。趣味の卒業、卒アルの写真みたいです。セルフ流出。趣味の卒アルの写真ね、普通にね、アーシャより漏れてます。せいちゃん、ネモンスありがとう。好きや、寝てたら終わるよねって、ほんとそう。卒業式でしみさんに告白しているしようとしてる男子のため好きには、いや絶対いないから。ルディエカさん、だるまありがとう。今日は日帰りで大阪に行ってきました。機械工場見学勉強になりました。すごい面白い、そんなのあるんだ、面白い。ヨシーさん、ハートありがとう。制服してメールで送って、でもなんか卒業式の時にもらえない気がするよ。堂々と主人公を公開できるのは異例だよね。確かに。ナナウミさん、ハートありがとう。高校の卒業式の日、なんか青春が終わった気がした。悲しい。それはほんとそうよ、それはほんとそう。さやちゃん、今まで入学式や卒業式で印象に残った言葉？わかんない、なんか聞いたことない。言葉聞いたことないよ。卒業式のために告白したい人ここにいるよって、ありがとう。こんばんは。あしゃ、かわいい、ありがとう。鉄をいろんな形で曲げて加工するの、パイプもぐるぐるに曲げてる装置、すごかった。すごそう。鉄を加工するのすごいね、面白い、あんな硬いものを。こんばんは。今年卒かいな。青春って何歳まで？18歳、18歳。
卒業式大学の合格発表が同じ。え、そんなことあるの、やば。上の空でした。こんばんは。少し姫カットにしたが、いや、なんか姫カットじゃないのに姫カットっぽいんだよね。これとか伸びたんだよね、毛が。大学の卒業式に被り物したり着ぐるみ着出席してる人がいたって。いいね。それ高校の卒業式、高校の卒業式はいいかな。コヒミフさん、クマありがとう。同級生とか今受験の、共通テストとか受けてるけど、みんな決まってない、決まってる人。平塚さん、ハートありがとう。こんばんは。まなかちゃん、ハートありがとう。同級生受験だと遊んでる。でも終わってる。今の時期すごい推薦が多くて、半分ぐらいはもう12月に終わってるので遊べるんだよね。わいは大学卒業してみんな遊びに来てた部屋に誰も来なくなって孤独を感じた時に青春終わったと思う。でも青春って何なんだろうね。青春、何歳からでもできるんじゃない、精神は。サブちゃんが青春って感じってこと。なんだろう、なんか留学先で一緒に行った友達と曲を流しながらグラウンドを眺めたことです。なんだっけ、いくつになっても青春だよ。あるよね、そういうと。グラウンドなんかあるんですよ。テニスコートみたいな。それです。かわいい、ありがとう。テニスコートみたいな、なんか、そう。あったんですよ。眺めるだけ。なんか、二人ともちょっとめんどくさがりなので、実践できないんですけど。こんばんは。スウェーデンについろいろと、その人しかいないよ。やっぱ洋楽ですかね。いや、クリープハイプでした。全然洋楽じゃないよ。海外の先生のスマホを借りてクリープハイプを流してたんですけど、そしたら次の日先生の、曲のおすすめ欄が日本語ばっかりになったらしくて、もう次の日から日本語の曲は禁止って言われた。そう。こんばんは。スティーのファンとしてスティール見てるときは静止してた。でもさ、なんかスティールのさ、ファンの人さ、公演見てるときさ、なんか慣れてる。公演見てるときさ、めっちゃさ、なんかさ、目が合った人さ、目が死んでたよ、お前。めっちゃなんか早く帰りたいって言ってそうだった。スティールのファンの人、公演のときみんな目が死んでた。式の後でセーラー服のリボンを結んで流すごみ。でもさ、それ何、海洋ゴミみたいになる。公演中楽しいでしょ。でもなんか楽しんでないよ。なんかね、なんかあいあいみたいなさ、ニコニコしながらやってくれるかと思いきや、これはやりすぎだけど、なんかもう目が死んでた。てか寝てる人とかもいて、なんか寝てた公園中に。だからトドキのやつ。でもなんかさ、ちょっとわかるよ。なんかさ、もう人のさ、もう人のライブとか行けないんですよ。なんか
なんか人のライブ、人のライブ、なんか何かのライブとか行ったらなんか帰りたくなるからなんか気持ちは分かるんですよ。なんかさあライブさ、そのさライブハウス系のさライブさ、あの時々行くんですけど、なんかねえ、なんか3秒ぐらいは嬉しいんですよ。その本人だみたいな、本人がそこにいるって思ってめっちゃうわーって思って、1,2,3って立ったら帰ろうかなって思う、うん、曲もちょっとわかんないし帰ろうかなって思ってしまうけど、みんなもその現象でしょ。だから気持ちがわかるからさ、なんかしか致し方ない。うん、なんかさらもうほんと県外までライブ見に行ってそれとかだから、そう県外まではるばる、えのはるばる行って3秒で飽きるんだよね。そういうタイプなんだよね。そうなんで行ったのまである、え、なんか、え、好きだから、好きだからです、好きだから行きました。サラちゃん見れたらもう帰りたくない、え、嬉しいですよ、そんなこと言ってもらえて、うん、そんなこと言ってもらえて嬉しいよ。知らない曲を聴いて覚えるってもんじゃないの、え、そうなの、なんかそうなのかな、なんかね、え、そう、え、何の曲なんだろうこれって思うし、なんか、なんかでもそのライブも生歌とかなんですけど、もうなんか終わらないかなって思うじゃん。そもそも本当に好きなんか、え、好き、なんかあのサブスクとか入ってる、あの飽きることはないけど見えねえ帰りたいわ、あ、見えねえがあるの、それは申し訳ないね、それは申し訳ないよ本当に、見えねえはやばいね、論外ですそれは。思いがけず昼夜両方の公演が当たった時にそれになりますやっぱあるよね、申し訳ない。曲知らないの、来月卒業したメンのライブ行こうと思う、え、いいじゃん、行ってみたらいいじゃん。なんかそういうのはなんかライブに行ってる、いや行ってる、通ってるっていうことがいいこと、今月も有意義に過ごしたなとか思えるだけで、その時間がもう心から楽しい、あの死ぬほど楽しいかと言われるとじゃない。明日だって知らない曲が出てきても全然 OK だし楽しみすぎるよってありがとうございます。でもあの慣れたら慣れた顔してもいいよ、全然あの気持ちわかるので、本当にあの帰りたかったら全然帰ってもいいよ後ろ見えないって、後ろ着席しか勝たん、着席しか勝たんよね。知らない曲ではこんな曲あったなってのが楽しいのでありがとう。地蔵どうも、え、よくない、サラも地蔵なんだけど、サラのさ、なんかサラが行くのは友達と一緒になんかクアトロとか行くんですけど、クアトロで、でもなんかうわーみたいな、手とかなんかおいおいとかこうやって手振ってたんですけど、みんな、え、そんなそういうのしないよ、なんか前後ろの人が見えなくなりそうじゃん手振ったら。だから本当に地蔵だから、地蔵良くないですか、地蔵しか勝たん。夜行バス夜しかね、えー、夜行バス、夜行バスね、夜、昼とかだったら何するんだろう。いやでも夜行バスって夜なんでしょ、夜か。ジャズ行こうと思ったのに気が思ったよりも早くできてびっくりした。あ、そうなんだ、ありがとうございます。はるちゃんが出てるんだもん、ジャズのスタンダードの歌謡曲のカバーだって、なんだって嬉しい、ありがとう。こんばんは、2階席の方がいい、あ、そうなの、え、そんなの全然わかんない。
クワトロ少し身振り手振りなら全然いいの。え、なんかそういうのがなんかできないんですよ。わかんないんですよ。指は1本2本とか気になるし、なんかみたいな、第一関節を曲げる、第二関節を曲げるとかも気になるし、なんかどのタイミングでこれ始めて、どのタイミングで終わったらいいんだろうとかも思うし、なんか詳しく知りたいんですよ。こんばんは。明日下番と、下番とめっちゃなんかいいよね。おしゃんだよね。コンサートはセイキマ2と筋肉少女隊と、わかんないな。朝ついて昼は寝てるが、ほん適当に観光して夜の公園。あ、そうなんだ。そういう感じか。ビギナーのファンと思われたくない。でもなんかさ、あ、そう、周りから、その演者パフォーマーからそのでもなんか STU の公演って座りじゃないですか。でもそのライブとかはなんか公演が立ちなんですよ。だから立ちだから多分見えなくないって思うんだよね。わかんない。 STU は座りだから見える。申し込み値も忘れてたから、今回第11次再販で絶対2月24のサラのお話から申し込みする。ありがとう、待ってます。アイカ待ってるよありがとう。推しが5回に見せたら帰りたいって書く。じゃあサラもめちゃくちゃやばいじゃん。うん、本当に、うん、どれだけの人を帰らせたかわかんない。タニアさんこんばんは。明日は始発の新幹線で向かいます。ありがとう、きんに君さん。来週の月曜日の昼までがほんまに痩せたらば、来てね、待ってる。ありがとう、嬉しい。推しが豪快にミスったら帰りたくなる。それその現象もないんだけど、そんなにさ、そのザラどれだけ好きなバンドでもさ、なんかその人の気分になってないんだけど、その人にそんなに心入れてない。こんばんは。指捨てあんまりしないから慣れてない、慣れんけど頑張ろう。頑張る、2人でやめましょう。アイカとさ、試験です、ありがとう。ゲバントホール行って当日の件まであったら、まだあったら見るおって、ありがとう。あ、池の方は当日券一部の方あるので、お話し会で会いましょう、またねって、ありがとう。埼玉スーパーリアナでかすぎて高宝石だね。なんかさ、でかいコンサートホールよりさ、ライブの方が好きだってさ、ライブ会場の方がさ、めっちゃさ、なんか、ライブ会場の方がさ、人遠くない？なんかさ、なんか、ライブホールだ、ライブホール、ライブスタジオ、ライブだったらさ、なんかその人のさ一挙一動見えるじゃん。そっちの方が嬉しくない？こんばんは。みんなはどっちが好きですか？ライブとコンサート。じゃあ推しが出るとするじゃん、ゲバントとグリーンアリーナ、どっちが好きですか？サラはゲバントの方がいい。それなら、こんばんは。どっちも良さが、まあでもゲバントじゃなかったグリーンアリーナとかの方が大きいから、演出が凝って。ゲバントよね、よね、だってさ、ゲバントの方がさ見えるよね、だって、うん、見えるからね。それはそうだからね。サラもそう、なんか大きいとこでやられるよりもちっちゃいとこでやられるの方が見たい。よく見えるじゃん、だってなんかさ近くで見たいよね、もっと よりね。
グレイ、暗いんだ。ギバントホールはよく見える。レスが飛んでくる。あー、そういうことね。そういうことか。え、レス飛んでこなくてもゲバントの方がいい。ゲバント、でもなんか近くで見たいけど、やっぱりでも推し好きな人には生きててほしくないんだよね生きててほしくないから、なんか複雑って感じ。わかる？わかりますか？めっちゃ近くで見たいし、その場にいたらめっちゃ嬉しいけど、やっぱりなんか人間じゃなくてほしいんだよねわかりますか？え、どっちがいいですか？人間と AI どっちがいいですか？そら AI がいいです、できれば。え、わかる、わかるよね、わかるよね、これわかる人いるんだ。なんか見れるなら近くで見れる方が嬉しいけど、じゃあ今この瞬間に生きててほしいかって言われると、生きててほしくないかも。さらこんばんは。演出凝ってるもの好きだけど、やっぱり近くで見たいって、やっぱり近くで見たいよね。わかる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 、本当に。これそろそろ忍ばんときなさい。なんかいろいろあるけど、なんかまあでもクワトロとか、クワトロとかでやってる。こんばんは。あ、女です。女よ。こんばんは。いいな、いいな、人間っていいな。なんかさ、自分が目に見える時以外はいなくてもいい。こんばんは。なんかさ、え、そうそう、やっぱりアイドルは偶像だからって思ってる方なんですよ、自分が。アイドルを推してる時だから、なんかインスタライブとか見てても、なんかこの世じゃない場所から配信してるんだろうなって思う。この世から配信してるって信じてないよ。東京から配信してるとか、なんかそういう現実的なこと嫌なんだよね。これはまあこの世じゃない場所から配信してるんだよねって。そもそもこの人現実にいないしね。近いと、あれ配信違う、君なんか違くないって。筋肉さん、ハートありがとう。直接会ってお話し会の距離で歌ってみてほしい。バンドで倒れるかも。歌ってみる、確かに面白い。こんばんは。この配信も、そう、実はね、この配信も AI なんですよね。こんばんは。 AKB 喜劇場の祭典でユイリーの腹筋間近で見ました。すごっ、それはすごいね。この配信はどっから配信してる？なんか死後の世界から、死後の世界から配信してるよ。ミータさん、星ありがとう。広島からなんて配信してない。広島市からなんて配信してないから、私全然そんな、なんか最近はそれをこじらせてて、なんかインスタライブとかで、なんか例えば、なんかハイチュウっていうお菓子があって、ハイチュウがさ映るじゃん、ハイチュウが映るじゃん、そしたらそれで萎えるんだよねなんかハイチュウっていうものはサラよく食べるんですけど、ハイチュウっていうものはね、あのサラ界隈のものなんですよ。サラ界隈、自分の生きてる界隈の中にあるものなので、それをもう自分が推しで尊敬してる人はそれを食べちゃいけないんですよやべえ、なんか全く知らない、もう見たこともないの、何それみたいなお菓子を食べててほしいんですよ。なんかだから自分が知ってるものとか食べてほしくないんですよ。なんか、聞いたこともないようなお菓子を食べてほしい、見たことも聞いたこともないような、そう
アイドルは天国か地獄にいるのか。え、そう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 、アイドルさんにちょっとお高いの、いや値段とかの話じゃないけど、値段とかの話じゃなくて、なんかリアリティがダメなんですよ。だから、例えばそのインスタライブしてて、なんかサラが好きな人がインスタライブしてて、なんかテレビがついてたのね、そこで背景に。でもうずっともう、はい、テレビの CM の音とかがずっと流れてるのよ、インスタライブ中に。でもその CM とかもう全部聞きなじみがある CM で、あーサラのテレビでも流れとるわみたいな CM ばっかなんですよね。そういうの聞いたら、あ、この人の世界も所詮も私が生きてる世の中と一緒なのかって思うと萎えるんだよ。わかる？わかりますか？無理難題なんだよね。毎日ジャックさんイメージのために食べる姿見せた。え、すごいね、それは本当にすごいよ。やばい。ルマンとかカントリーマームはダメですか？いや、カントリーマームはいいですよ。私はそんなにカントリーマーム。サラちゃん謎の飲み物、なんかだからもう謎のもう紫とか緑みたいな色した謎のドリンクとか飲んでるとおーってなるけど、えみたいな、え三ツ矢サイダーみたいな、サラと一緒なんだけど、お弁当だじゃない、えなんかめっちゃ見たこともないお弁当のなんかあのやつならいいけど、 STU がよく食べてるお弁当の会社のやつは食べちゃダメ。それはサラ界隈のものだから、サラ界隈のものは食べちゃダメなの。サラ界隈の CM も聞いちゃダメなの。親近感あってくれ、親近感をもうなくしたいんですよ。親近感をゼロにさせるんですよ。ナイススティック、あ、それさら知らないから食べてもいいですよ。あくまで現実味ない夢の世界だって、え、そう、見たことないものとかいっぱい映っててほしい。なんか、あ、こんなキャラクターもあるんだみたいな、自分が持ってるキーホルダーは全く同じのつけてたら、あーみたいな、この世にいるんだなって思ってしまう。もつ煮込みはきれい、もつ煮込みさらね食べれないからいいよ。日野菜だとハイチュウからアンケコ役で、日野菜だとハイチュウはそう元から来ないからいいよ。もみじまんじゅうとかはちょっとで、ちょっとワンチャン STU あるからダメ。もみじまんじゅうは食べてもいいよ。やっぱ二次元推しになる、え、そうそうそう、二次元推しになるのがいいよ。いいかもね、二次元推しにする。自分はサラ界隈のもの食べないよし、いや関係ないよ、食べていいよ。おそれとお揃いにしたい感じはならないんだ。いや、そういうのもあるんだよね。もうキモすぎるだろ。なんか、え、最近なんかお揃いにしたくて、お揃いにしたくてなんか買ったんだよね、アクセサリー。え、って、そうなんよ、お揃いにしたくてアクセサリー買いました。そう、ネックレス買ったんだよね。でもなんか、まあ、その人が持ってるのは、その人が持ってるのはめっちゃ高いバージョンだったんですよ。でもサラは安いバージョン。そんなお金ないからさ。のみおくんさん星ありがとう。こんばんは。サラちゃん会話はダメだね、それ。だから自分が先にやったことをあっちが真似してきてあっち、自分が先にやったことをあっちがやっ後からやってたらそれはダメなんですけど、あっちが先行したことをこっちが真似するのはいいんですよ。わかりますか？深いな、え、でしょ、え、そう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 、あのこっちが先行したことはもう全部ダメです。あっちがやってることはさらば真似します。もうね、もう最悪のね、最悪すぎてやばい。カジュアルのパーカー、これはなんかミニか、大概あちらが年長です。え、なんかもうサラよりめっちゃ年上なんだよね。どう考えても年上なんだよね。木下桃花とかに憧れてたなら嫌だなって。え、木下桃花さん可愛くない？そら町ロック外ロックみたいだけど、サーケーベーサーケーベーサーケーベーみたいな。こんばんは、スタバにしよう。え、どうぞ。え、みんながサルが飲んだ、あ、最近飲んだスタバはちょっと
オペラフラペチーノってやつです。なんかアーモンドって感じの味でしたよ。なので全然みんなも真似してください。木下さん独特よねって。うん、バレンタインでギリチョコ誰にあげますか。え、でもなんかさ、作らないんだよね毎年。あの、あげないかな、あげない。でもなんかなんかね、昔は小学生の頃は作ってて、中学生の頃はやめたんですけど、50円のチョコケーキっていうお菓子あげてました。駄菓子配ってました。ルフカルマとかに憧れてたらやだな。え、そんなことないとか言えないけど、さあちゃんの方から自分会話のもの食べないでとか言われたらどう思う。ちょっと何言ってるんだろうって思うよ。でだからそれをその自分が好きな人にリプしたわけじゃないから、そうやって口に出してるわけじゃないからいいんだよね。スペイブで頑張ってくださいねって。頑張ります。オペラフラペチーノはうまそう。うん、甘かったよ、めっちゃ美味しい。はなちゃんこんばんは。こんばんは。もう難しいんだよね。のみおくんさん反対。でもなんか本当に人生で男の推しができたことない。なんか男の人の推しできたことない。この人かっこいいみたいなのずっと考えるぐらい好きとかなったことないけど、女の推しはマジ100人ぐらいいるからね。100人いる。長くさらちゃん配信見てるけど、いつ配信見ても新発見あるんだけど。え、本当？でもさらの配信そんな、佐竹さんか。誰がいいんだろうね。はい、おっぱっぴー。あ、そっか、おっぱっぴーの人好きだったよね昔。あとね、狩野英孝さんは好きだったよ。あのね、狩野英孝さんとおっぱっぴーの人も好きだった。あの、でもフォロー返してくれなかったからフォロー外した。小島よしおさん、あ、そう小島よしおさん。佐竹さんいつおんぶされるんでしょうか。佐竹さんおんぶできない。こんばんは。はい、おっぱぴー。なんか小島よしおさんさ、なんか街の活性化みたいな、イオンの活性化みたいなしてる。フォロワーしてくれないからフォロワーしたそう。この前上手だけど、マジ小島よしおさん、チュ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 。よしおの朝は早いって。よしおの朝は早いって、鏡の前に、はい、おっぱっぴーって。よしおの朝は早いって、家族が寝静まった頃、一人よしおは朝日とともに体を起こす。よしおの朝はプロテインバーだ。海パンだけでのはさあちゃん的なの。え、それめっちゃなんか面白い人好きですよ。なんか上半身裸の人とか好きですよ。と塚本さん星ありがとう。上半身裸で、で海パンだけの人とかでも全然街歩いててもいいですよ。だから留学先をそれもそう言いながらこれ思い浮かんで笑ってたもん。アキラ 100% アキラ 100% でもいいですよ。アキラ 100% でもいいですよ。サラカイは上半身派とか。で次のリアルお話し会、上半身派とかのファンならんです。やばいよ。しかも STU の誰か区別ついてないだろうと狙ってフォロバ期待したの小賢くてクソ。しかもフォロバしてもらえてなくてクソじゃない、恥ずかしい。シーサラの生誕
際客席が上裸で埋まる。やばいんだけど。上裸、上裸でごめんね。いやこれは言ってないんだよね。もうなんか卓球してたんですよ。え違う、なんかごめんねの話聞く？そのルール書きのなんか卓球してたんですけど、卓球をしてて、でなんかしてたらピンポン玉がさらに当たったんですよ。それでなんかごめんねって言われたんだけど、さらとさらの友達が勝手になんか上裸でごめんねってしてるけど、上裸とか言わないから、そうそうそんなことは知らないから、うーん、そう。ビビリコさん、かわいい、ありがとう。最初のみんなボディービル、私面白くないのが押してる。え、押してください、ありがとうこんばんは。共演の時客席上半身裸だけど、え、どうもならないよ。なんかどうもならない、別に良くない、別にいいじゃん。そんなサラちゃんのファンみんな上半身鍛え始めたりしてて小島よしおさんになるために、やばいんだけど。上裸限定公演やばい、わっしょいわっしょい。いや、やばいでしょ、そんなのはないです、ありえません。何の祭り、え、ジョーラ祭り。イサさん、もしありがとう。サルちゃん速報、もうこんな、あ、もうなし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 かな。さあ、そういうのめっちゃ現実的に考えるよ。なんかね、究極の二択を出して考えて自分で好み決める、どっちがいいか決めるの好きなんだよね。ファンクラブできたらワンチャンそういうイベント、いや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 、下品すぎるでしょ、ないよ。もう21時半か、じゃあそろそろ終わろうかな。やばい、それ明日学校あるんだよね。だからここでというか今から完璧にしないといけない。日曜日もね予定あるんだよね。日曜日だから、月曜日はもう学校あって、真面目だから学校行ってるんですよ。行かなくてもいい。月曜日は学校じゃあって、英検あって、人と遊ぶ3本立てです。ビビリコさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。明日チャイチンチケット買えて、ありがとう。ビビリコさん、かわいい、ありがとう。忙しいんだねって、なんかね、忙しくはない。でもなんか月曜日が学校のでなんかやっぱなんでもない別に話しても面白くないや、やめよう。これ皿あるある、思わないことは話さない、話しても面白くないよ。あしらき知ってたらして、何わかんない。明日は大事な箇所なんですから、学校休み。なんかもうそれが行かないといけないやつなんですよ。なんか気になる。え、マジ大したことない、もう本当にどうでもいいことです
もう友達と話すノリでどうでもいいこと言いそうだった。学園でイケちゃんと騒ぐ予定ですか。でもなんかイケこういう時緊張してるから騒げない気がする。大学受験って言っても受けるでもいいよ。今から勉強してないんだけど受け。でそう願書とか絶対秋とかに提出してるでしょ。今はどういうことやね。ないよ。大学行かなくても合格できとるのもありだよって。いやだからね勉強できないんですよ本当に。勉強できないので今日何食べたって。あーしらき、わかんない。しらくならわかるけどわかんないんだけど、しらくしかわかんない。さらちゃんが小論文書いたらどんなことか気になるんだよね。さらが小論文書いたらなんかどんなことか、なんかね小論文下手かも。面接の方が得意。なんか面接はなんか結構なんか適当にできるんだけど、だってさこの前の英検もさ面接っていうかなんかスピーキングとかも得意なんですよ。なんか適当にいっぱいなんか嘘言ってるんだよね。適当にいっぱい嘘言っとけばああいうのは合格です。適当に嘘を言います。だそのさ STU 入ってからさその焦ることがないから嘘つく必要ないからつかないけど、さめっちゃさアクターズの時めっちゃいろんなオーディション受けてたからさめっちゃさいろんなさめっちゃその場でさ質問されてパッて思い浮かばないからさなんかまとめ方がめっちゃ嘘いっぱいついた。でももうさいっぱいね適当に嘘ついたよ。こんばんは。でもね、そうでもそういう面接とかの学校受験がいい。それ大学校大学校って、大学受験するならもう勉強とかじゃなくて面接とか小論文とかで見てくれるのがいいよ。さあちゃん頑張ってからいけないです。でもなんかその英検の順番がスピーキングリスニングなんですよ。ライティングなんですけど、なんかもうそもそもリスニングができないなさそうで、もう泣きながら受けさ、ね、泣きながらテスト受けるっていう癖があって、なんかもうずっと泣いてるんですよテスト中。もう自分の涙の音でリスニングも聞こえないからね。しみさらが深夜ラジオするならはあ、なんだろう、わかんないよ。深夜ラジオしたでさ、深夜ラジオしたいんだよね。深夜ラジオ したいってね、あの頼んだ。深夜ラジオをしたいって。だけどなんか 2,3 年かけて頑張ってって言われた。栄養なら、大学受験いつかするとしても栄養だけど、まあしないか。意外と緊張しいな。なんかめっちゃ緊張しいだとリスニング聞こえないだけで泣いてるもんいつも。あ、ちょイヤホンと聞こえたら行くのにいい点取りましたよって。嘘、イヤホンと聞きまくるの。そすごいよ。そんなのね、内容が深夜向き。なんかさ深夜テンションじゃん。サラだからサラもう学校のトックじゃない、学校の話してる内容とかもうやばいからね。本当深夜ラジオでも受け入れてもらえないレベルだから、本当にやばい。世界観が独特すぎるからラジオ受け、そうそう、緊張しないって言ってた頃もありましたけどねって。なんか公演とかは緊張しないよ。公演とかあの表舞台に出る系は緊張しないけど、こっちは緊張する。テストは緊張する。テストが嫌いで。この配信よりやばい話普段してるよねって。全然してるよ。本当にもう全部やばい。もうやばすぎて怖いもん。
やばい話しかしてないしね、もう。やばい話、そう、いちごとシアラジオしたら面白い。でもなんかやっぱいちごはさ、入ったばっかりだからさ、まだガード硬いじゃん。だからさ、なんかちょっとサラばっかり言うみたいになっちゃいそうじゃない。高校卒業したら昼夜逆転生活。いやーでもどうなんだろうね。わかんない。そら毎回ずっともうさ STA 行きながらさ学校行ってたから、何年も、だからさ、な STU だけの生活とかのちょっとわかんないんだよね、本当に。何年もあれだから。いや、サラ、池とラジオしたら絶対面白いんだけど。だからなんか誰か一緒にやりたい人とかいるみたいに言われて、池のちゃんとやりたいですって言ったよ。ゆらさラジオを期待してます。はい、サラ You look beautiful. Thank you. 趣味の本気の裏話聞きたいです。なんだろう。でもなんか、もう言えないんだよね。今日はなんかさ、聞き手だったんですけど、その友達の話もやばいからもう言えないんだよね。なんかみたいな、みたいな。イケラジレジェンジ切り替えて炎上、再生回数384万回すごいじゃん、めっちゃ成功じゃん、それ。言うこともできない話。なんか言えない。次の日のヤフーニュースレベル、まあヤフーニュースはないけど、ヤフーニュース、まあヤフーニュースレベルかな。ヤフーニュースレベルというかガルちゃんレベル、ガールズチャンネルって感じです。ももちゃんとやったら趣味だけ暴走する。ももちゃんはね、全然さらったよ。違う、ね、モースありがとう。そのラジオだったらゲストね。だから池田ちゃん、池田ちゃんめっちゃ面白いから、池田ちゃん。ネモースありがとう。池田ちゃん、サーチの手の他にゲスト、サラピ、サラピ。ココアってやったら変な。さ、ココアさん緊張するから話せないんだよね。めっちゃなんか顔がちっちゃくて緊張する。かわいいじゃん。アリちゃんもいいね。アリちゃんも呼ぼう。こんばんは。じゃあちょっとそろそろ配信終わろうかな。13位ルディエカさん、12位マモルンさん、11位タイムファイヤーさん、10位グラファンさん、9位キヨシさん、8位ミータさん、7位アキマーさん、6位コーヒーミフさん、5位フォスターさん、4位ビビリコさん、2位ヤス、3位ヤスベイさん、2位ホワンさん、1位ダピデさん、ありがとう、ありがとうございました。ちょっとじゃあジャズの練習してみましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。